皆さんどうもこんにちは、山竹です。今回ですね、妃の宴ですね。このダンジョンをなんか濃厚ね、濃厚したんですけどね、ちょっとごめん、今悲しくてちょっと声がうまく出ないんですけど、闇メタを使って、さっきクリアしたんですけど、うまく動画が撮れてなかったのでもう一回撮りたいと思います。なんで今回はさっきと違ってもワクワクした感じじゃなくても解説しながら回りたいと思いますので、よろしくお願いします。早速行ってみましょう。このパーティー組める人はマジで組んでみてください。これ普通にクリアできますので。はい、まずはですね、ウルズの先生でなんかシールドを貼ってきますが、まああれは無視です。で次の攻撃もね、あの水バインドが飛んでくるんですけど、ぶっちゃけこのパーティー水バインドは弾けるので無視です。ここは何も起こりません。はい、次重要です。ここでスキルが飛んでくるんですけど耐えれません、ワンパンされます。なのでここはクシナダを使ってですね耐えてください。絶対に使ってくださいね、ここ重要なんで。まず1個目のポイントです。このダンジョンわりかし1バトル目2バトル目で結構死んじゃうパターンがあるんで、ここをねまずしっかりとね攻略していきましょうか。でここでですね、何かしらのスキルを使って2列ぐらい作って絶対に抜きましょう。ここははい、なんでこれで列を作って抜いていきたいと思います。はい、まあ、ここは絶対抜こうって言ったけど、最悪 25% 以下まで持っていければなんとかなります。 25% 以下にならないとですね、また変なさっきの攻撃が飛んできて死んじゃうんですけど、 25% 以下になればスキルを魔力を解放してきたって一旦何も してこない時間が相手ができるんで、その間に倒せるんで大丈夫なんですけど、そうですね、そういう感じで。で今回次セヘライスなんですけど、2ターンで出てきましたね。これでもね、1ターンで出てきた時の対処法を見せたいので、しっかりとここは2発食らいたいと思いますね。あ、ていうかあれだ、 HP がもう 80% 以下じゃないんで、どっちにしろこれはもう受けるしかないんで、バインドが次飛んでくるんでそれを受けたいと思います。はい、ここでバインドが飛んできます。バインドが一旦ですね、まあ、一旦でも二旦でも大丈夫なんですけど、次の攻撃でスキルが来たら耐えれませんこのパーティー。なので、ここで闇メタの使って防御力を上げていきますね。相手の攻撃を 35% カットという優秀なスキルを闇メタ持っているので、それを使って耐えていきましょう。はい、で耐えたらここでまた倒していきましょうか。でもし二ターンでバインドされた場合はもう一体の闇メタを使ってもう一回耐えてください。そういう感じなんでね。さあもうこれはねスキル使わないで2列組んで倒していきましょうか。幸いにも闇メタのスキルを発動したことでですね、ドロップ強化になっているのでその辺も結構でかいですね。これはもう十分倒せると思います。はい、そうですね、ドロップ強化やっぱ結構優秀なんですよね実際。さあここで5000いくつの先生が飛んできます。でここの回はもう本当にスキルダメです。あとは耐えます、ただただ耐えてください。スキルダメって言ってももうほぼ溜まってるんで実際あんまりしなくていいですね今は。なんかめんどくさいの来ましたね。これはまあそんなに気にしなくても大丈夫です。あまり回復は消さない方がいいですね。ちょっとしょうがないですね。はい、受けたいのでもっと相手の攻撃を受けていきたいので、ちょいちょい、ああなんか闇がずれちゃった。受けたいので回復はいっぱい残しといた方がいいですね。はい、ここはね本当にもう結構悠長なことをしてる暇がいっぱいあるんでごめんなさい、ちょっとまた何言ってるか自分でも分かんなくなっちゃった。猶予がいっぱいあるんでここは何やっても大丈夫です。適当にやってください。あ、往復ビンタ来ましたね。往復ビンタが来始めるとちょっとピンチになるパターンがあるのでどうしようかな。ここでじゃあ半蔵あたり使って抜いていきますか。多分1列組めばここは倒せるのでね。はい、半蔵使ってじゃあ行きましょうか。回復もちょっとしながら行きたいですね。はい、あ、やばいやばいやばい、危ねえ危ねえ危ねえ、え、あ、危ねえ、間違えた、ごめんなさいごめんなさい、今完全にパズル見せましたね。自分ねコンボパワー結構得意なんですけどね、こういうパーティー実際下手なんですよね。こういうパズルする列とかなかなか組むの苦手な人で、はい、ちょっとごめんなさい、言い訳をさせていただきました。さあまあ、
とりあえず危なかったですね。多分 25% 以下になったんで魔力を貯めているっていう謎の時間をいただきました。助かりましたね本当。さあそしたらここで今度はどうしようかな、まあ、ちょこちょこ削りつつまた半蔵貯まるまで待ちましょうか。ちょこちょこ削りで大丈夫です。で 50% 以下にはしないでください。なるべくちょこちょこ攻撃はしていいんで 50% 以下にはなるべくしない方がいいですね。 50% 以下ぐらいになるとなんかちょっとまた変わったことしてくるんで大丈夫っちゃ大丈夫なんだけどちょっとめんどくさくなるんで、ここはまあこんな感じでね、適当に軽く殴りつつこういう草だけとか縛り上げればまあとりあえず無視大丈夫、無視して大丈夫ですね。どうせまたすぐそのうち3ターンは経つんで、今倒すあのセポネのスキルが必要としてるわけでもないので大丈夫ですね。こんな感じ。割と1万5000っていうねでかい攻撃は打ってくるんで回復だけは枯れないように気をつけてくださいね。枯れちゃった場合はもう倒すしかないんで、それか変換を使って、そうあのパンドラの変換で回復を作るかするしかないので、さあどうしましょう。これはちょっともう怪しいんでパンドラ使って倒しちゃいましょうか。骨がいないですが次でもう復活するので、で次ねスキル封印飛んでくるんで、多分このパーティー 100% 封印体制ではないので、それを食らっても、あそれを食らえるようにしときます。だからとりあえず HP は全回復しといてください。ここで食らってもなんとかなるように食らいましたね。食らったらもうここは耐えちゃんげっていうか耐えるだけですね。食らえます。ここは食らって大丈夫です。食らっていいのでとにかく耐えてください。でここだ、ここはね 50% 以下にマジでしちゃダメですね。 50% 以下にした瞬間にね、死を覚悟していいレベルなんで大丈夫な、 50% 以下になって、変なスキル使ってきても一応大丈夫っちゃ大丈夫なんだけど、ほぼでも死を覚悟した方がいいですね。相当きつい状態になるのは間違いないので、もう安定はしないなってその時点で考えてください。でここだから殴るときは気をつけてくださいね。落ち込んがあまりしないように気をつけてください。これだけでもこんなに削れちゃうのでいいですね。シャインブラスターだからその点助かりますね。その点って言った瞬間に頭の中に最後までチョコたっぷりだもんって言葉が浮かんだんですが口にはしませんでした。ぐっとこもらえましたね何言ってるか分かんないけど、さあま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 あ、まあ、サンダーロー、あと一旦か。ここで耐えればスキルを解放しても倒しに行けますね。で次はまたこの倒すところが結構重要なんですよね。パンドラで倒したいんですよ実は。あやべえ、回復がねえな。これじゃあもう次の攻撃で多分死んじゃうんで闇メタをちょっと使いましょうか。闇メタを使うことで次の攻撃で一応こう死なずに済むんで、まあ延命措置と言いますか回復待ちですね。これはこれでまあ回復が落ちてくれればなんとかなるんで、いいですね。闇メタのスキル優秀ですね。究極進化した闇メタのスキルは。ほら。あ、パンドラが縛られちゃったか。じゃあダメだな。まだ先には進めませんね。ここはなんとか死なずに耐えてください、皆さん。まあ割と難しいんですけど、闇メタ使ったり、クシナダあんま使わない方がいいんですけど、まあとにかく闇メタなど駆使しながら、こう、なんとか耐えてってください。ここはほんとねパズルミスが命取りにはなりますので気をつけながら本当に進んでいきましょうか。危ない、闇危なかった今。しかし相当回復できましたね。これ次で進めますね。またが進めません嘘つきました、すみませんでした。進めません、これは無理ですね。これで進んじゃうと大変なことになります。さあ 50% 以下になっちゃいましたね。まあこれはしょうがないです。こっからカウントダウンが始まります。で今の状態だと HP が自分 80% 以下なんで、この状態で50% 以下に相手の HP が 50% 以下になるのはセーフなんです。つまりどういうことっていうと回復したら死にます。だからなるべくやりたくなかったんですよね、この状況は。回復したら死にます本当に。危ない。よし、これで勝てますね。はい、そしたら、ここ重要です。クシナダを使ってください。クシナダを使って抜きます。次の回、ボスなんですけど、
最後3万1000いくらの攻撃が飛んできます。そんなのねもうぶっちゃけ無理なんで、このパーティーだと。その時のためのクシナナです。でパンドラを使うことで回復ドロップが作れます。はい、ということでここで抜きます。絶対抜きます。でここで大事なのはもう一つ、相手が今ね5コンボ以下吸収してきます。絶対にコンボを組んでください。難しいこと言ってるけど1列組んで絶対に、回復ドロップは、あ、じゃあ絶対にコンボしてください。こんなもんでしょう。これなら十分ですね。はい、5コンボ組めば大丈夫なんで、これでまあ倒せたでしょう。はい、でクシナダも使ったので次の先制パンチが耐えれます。もうここまで来たら勝ちです。勝ち確ですね。あとはスキルを解放してまあ2列でも3列でも作れたらもう勝利確定ですね。相手の HP が400万なんで、400万ならもうぶっちゃけ、あ、ハビミスった。まあまあまあ十分十分、これならもう火力は出てるんで倒せますね。もう1体で160万とかこのパーティー出ますんで、列2個組んだ泥鏡って相当強いですよねやっぱり。はい、ということで、これで、なんだっけ、チャレンジ、あ、降臨チャレンジ一番上の、妃の宴ですね、クリアしてみました。どうでしょうか。結構ね、結構難しいとは思うんですけど、はい、なんか立ち回り次第、立ち回りをちゃんとしていけばこのダンジョンは結構クリアできるので、ぜひ皆さんもやってみてください。ただもう一個のデビルラッシュの方ですね、あそこはぶっちゃけ相当難しいですね。運も結構絡んできちゃうんで、あっちのダンジョンはかなり難しいから、ちょっとねまた今ハトホルパできたいんで、明日月曜日なんですけど、明日でちょっとプラスを集めてから行こうかなと思ってますので、もう少々動画の方お待ちください。よろしくお願いします。ということでね、今回は、降臨チャレンジの妃の宴クリアしてみました。またね次回動画お楽しみにしててください。それでは次回の動画で会いましょう。